ちは。ということで今日ご紹介するのはミストラルディスクハイドロリックシマノホイールというコスパ抜群の街乗りクロスバイクということになってます。ちょっとこれ聞いていただきたいんですけどね、先日娘の誕生会のお祝いチックなことをしてた時に娘が友達から本をプレゼントされたってもうめっちゃ笑顔で言ってきたんですよ。で僕も笑点世代の端くれですから、円楽さんよろしく、それでどんな本をもらったんだいって聞いたわけですよ。もちろん聞いてあげましたよ。そしたら友達から幸せになるために読む本だよって言ってもらったって言ってもうめっちゃ喜んでて、で僕それってあなた幸せじゃないと思われてるからもらったのって聞いたわけです。たら娘が目が天になってでみたいな、もうそらもうこの笑顔から一点ですよみたいな感じになって、いやいやと、料理人の人に料理の本渡したりしないし、学校の先生になんかアガ本みたいなの渡したりしないでしょう、お金持ちの人にあの金持ち父さんの本とか渡さないし、建設業の人にあの建築の本とかも渡さないし、福沢諭吉のファンだからって言って1万円札渡したりしないし、まあ、とにかく幸せじゃないと思っているからプレゼントされたんじゃないですかみたいな感じの話をしたらお前の血は何色だみたいな感じになってピッコな空気になったんですよね。が悪いんでしょうかね。ということで今日見ていただくのはジオスさんのミストラルのあの街乗りクロスバイクでめっちゃコスパいいねということで有名なあのミストラルのハイドロリックですね、油圧のディスクの島のホイールバージョンということになっております。まあ街乗りクロスということで考えるなら僕はオーバースペックじゃねって思うぐらいの一品なんですが、このぐらいのやつに乗ると街乗りだけ通勤通学だけとか思っててもちょっと週末走ってみようかなってこう気持ち芽生えた時にそれはもう最高だと思います。そんな一台を今日ご紹介します。フレームがアルミですね。このボコボコしてるのがアルミの証拠で、まあ、ジオスさんらしいこう丸いパイプのフレームに黒森鉄のちょっといい感じのフォークが使われております。デザインもイタリアっぽいですね。こうギラギラした感じのデザインでもミストラルジオスってこう入っているところがまあこういうのが好きな方にはガツンとハマる感じです。嫌いな人からするとね派手すぎじゃねみたいな感じはもちろんありますね。サイズが430、480、520という風にありまして、155センチから185センチの方まで対応できるということになってます。これ520ですね。170から185センチの方まで対応できます。ジオスさんの適正身長はですねちょっと5センチ被ってるんですよ。480で165センチから175センチということになってて、これが520で170から185ってなってます。5センチ被ってて、僕みたいな感じの絶好調時176センチになるような人で言うとどっちかなと思うんですが、これに乗るんであればやっぱりねこのスペックの自転車ね爽快感ぜひ味わってほしいと僕は思う。ちょっとでも長く乗ってほしいと思うので、まあ520に乗ってちょっと前のめりになりながらですね爽快に乗っていただきたいなっていう風に思う1台だったりします。カラーはジオスさんといえばの、ね、ジオスブルー、ブラック、グレー、スカイ、パープルの5色が用意してあって、もうジオスといえばジオスブルー、もう僕それ一択で今まで生きてきたんですけれども、最近なんかちょっと違う色の注文も増えてきたので、その時見たグレーとかもなんかほらグレーってこうベチャってした感じがあって、いやそれよりブルーだろうとかこうイメージで思ってたんですが、実際入ってくるとですねジオスさんのグレーもかっこいいなと、ブラックもかっこいいなということで、思い込みで品ぞれとかしちゃいけないなっていうのを改めて思っております。このグレーもかっこいいです。でもやっぱりジオスといえばジオスブルーなんだよな。
で、まあいよいよ見ていきますよ。パーツの方を見ていきます。島野さんのボトムブラケット使ってます。 BBAUN101。 ここだけでもね、ボトムブラケットが島野さん使ってあるっていうだけでもね、かなかのねものだと思います。そしてギアクランクも島野さん FCTY501 で3枚、48丁38丁28丁、クランクの長さは170、3サイズとも170が使われております。でこれギアがこうね、剥き出しになってるような形になっておりますが、一応ガードもですね、売っております。 Amazon とかね、いろんなとこで、結構安く売ってます。ネジ4本で止めるだけなんで、まあ、これそういうとこで買って自分で止めるのもいいんじゃないんでしょうか。もう簡単ですからね、自分でやってみて、るのもいいと思います。でシフターブレーキレバー一体型になってる島野さん、フロントディレイラーターニーリアアルタスギアまで島野さんです。8枚、11丁から32丁を 3×8 の24段になっていて、ギア比が最大 4.36、 最小で 0.87、 もう待ち乗りで使うにはバッチリ。そしてちょっと遠出してみようかなっていう時もこれなら十分に対応できると思います。そしてブレーキが油圧のディスクブレーキ、しかも島野さん軽い力でギュッと止まってもらえますので、待ち乗りとかしてて、まあ、信号とか止まりたい時もやっぱね、こうブレーキで止まる時手の疲れって少しずつ蓄積していくんですけども、そういう時でも疲れにくいですし、危ないと思った時でもしっかりカンって止まってくれる。もちろんこういうのね、長距離しようとしたらこういう差ってたくさん出てきますから、待ち乗りでも長距離乗りでもやっぱこの油圧ブレーキっていいじゃん、最高じゃんっていう感じになってます。そしてホイールも島野さんです。 WHRX010 ということで、街乗りクロス入門編で島野がホイールついてるやつってどんだけありますかねっていう気はしております。そのぐらいホイールが島野さんっていうのはね、もう本当嬉しいです。トラブルすごい減ります。あとあとこういうのって差が出てきますからね。タイヤはケンダさん 700×32C、 しっかり溝が入ったオールラウンドに乗れるやつで、最大空気圧6気圧ということですからね、2週間に1回しっかり空気の増し入れをして、まあ、快適に乗ってください。空気ね、増し入れしっかりすることでタイヤの劣化とかパンクとかそういったのを防げますし、その他のトラブルもですね、いろんなトラブルが空気入れるだけで減っていきますからね、お願いします。ハンドルの幅が540、ステムが90ですね。サドルがジオスさんのシュッとしたサドルです。こうジオスってこれですね、塗ってあるんですよ。これかっこいいですよね、まあ、こういったところにもこだわりを感じます。もうほんと街乗りのことを最高に考えた1台です。価格が9万200円ということになっております。ホイールだけでも3万円って言いましたけど、こんだけ島の揃えて9万円はカオスです。恐怖です、恐怖。今ちょっと円高には増えておりますけど、147円かなっておりますが、その他のものが値段が上がっている関係で、少々円高に触れたからといって次期モデルが安くなるっていうことはなさそうです。実際もいろんなね情報入ってきておりますが、上がってます。スタンダードモデルで7万円前後ぐらいがもう基本になってきそうなんで、油圧ディスク島のホイールのこの装備で9万円っていうのはもう驚異的です。でもちろんこれは今メーカーさんが持っているやつに限っての値段でもありますので、惚れたと思っていただいた方は早めにお店の方に行ってください。そしてこのミストラルに関しては、通常のね V ブレーキのミストラルと、ディスクブレーキのワイヤー引きの分と、油圧のディスクに関しては島野さんのホイールとアレックスリムのホイールのやつということで、4種類ぐらいはありますので、しっかりねこうお店にあるやつがどれかというのを確認しておいてください。今日僕がもうめっちゃおすすめしているのはジオスミストラルディスクハイドロリック島のホイールということになっております。